SCP-100 の点灯、外観。アイテム番号 SCP-100。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-100 の周囲に張り巡らされたフェンスの内部をパトロールする6人の警備員と、住居用の建物と倉庫両方の内外をモニタリングする2人の警備員が SCP-100 にいます。これらの警備員は3時間おきに交代します。SCP-100 内で発見された未認可の人間は誰でも、尋問のために拘留され、その後に記憶処理され解放されます。SCP-100 の店内には3人の警備員が滞在し、8時間おきに交代します。店の入り口ドアは常時鍵がかけられており、鍵は必要な職員に渡されます。私有地、と、無断侵入厳禁、の看板が店の前に掲げられ、いかなる運転手も SCP-100 に停車することのないようにしています。SCP-100-1 が作る構成物は、SCP-100-2-A と SCP-100-2-B を除いて SCP-100 から取り除かれ潰されます。SCP-100-1 が非協力的となったなら、SCP-100-2-A と SCP-100-2-B は SCP-100-1 が再び協力的になるまで取り除かれるかもしれません。SCP-100 内の2つの倉庫のうち大きな方は基礎研究施設へと変えられました。SCP-100-1 によって作られるすべての物体は、SCP-100-2-A と SCP-100-2-B を除いて、研究目的のために使用されるでしょう。SCP-100-1 自体の実験は研究主任代位からの書面による許可のもとでのみ行われるでしょう。説明 SCP-100 はサウスカロライナ州から 80km の位置にある破棄された廃品置き場で、ジャマイカン城のジャンクヤードジュビリー1、として知られています。廃品置き場はおよそ5000メートルのフェンスで仕切られた土地を有し、荒れ地と保管用の土地だけでなく、2棟の倉庫、店舗、小さな住居用の建物が建っています。SCP-100 にはおよそ1500台の車両があり、それらは押し潰されたものも押し潰されてないものもあり、また推定5000ドル、3870ユーロの価値がある。およそ 1400kg の仕分けされたスクラップもあります。SCP-100-1 と、SCP-100-2-A 及び SCP-100-2-B を含めたその構成物を通じて SCP-100 の異常な効果が現れます。SCP-100-1 かまたはその構成物のうちの一つが SCP-100 の周囲のフェンスを通り過ぎると自立性は失われ、再侵入するまでこの状態のままです。SCP-100-1 は銅のパイプと裸銅線、アルミ缶で大部分が作られた、自立型の知性ある人型構造物です。SCP-100-1 は手話によるコミュニケーション能力を有していますが、書面や口頭でのコミュニケーション能力は欠如しています。SCP-100-1 は販売以外の話し合いには大体の場合無関心のため、得られる情報は限られたものになります。SCP-100-1 は熟練の技能を有するようで、カーコンプレッサーやフォークリフトのような重機だけでなく、アーク溶接、ドリル、電動のこぎりといった道具を扱う能力も見せます。SCP-100 内の利用可能な材料を使って、SCP-100-1 は自身と類似した自立型構成物を作り出す能力を持ちます。SCP-100-1 は特定の4種の動物、イグアナ、ワニ、カメ、フラミンゴを作り出す傾向にありますが、例えば愛玩動物のような他の種類も作り出すことが知られています。従順さを維持するために、SCP-100-1 は2つの物体を有することが認められており、それぞれ SCP-100-2-A と SCP-100-2-B と指定されました。修理された仮設フェンスをパトロールする SCP-100-2-A と SCP-100-2-B。SCP-100-2-A と SCP-100-2-B は SCP-100 によって作られたと考えられている、外見は昆虫に似た構成物で、SCP-100 が発見された時から SCP-100 に存在していました。SCP-100-2-A と SCP-100-2-B の背面にはそれぞれ、レイモンとベアトリスという名が溶接されています。これらは SCP-100 のコンパニオンとしてだけでなく警備員としても動作するように見え、定期的に SCP-100-1 が点検するとき以外は SCP-100 の周囲をパトロールしています。SCP-100-1 は毎日同じスケジュールに沿って行動するようです。8時から15時 SCP-100-1 は SCP-100 の店舗に入ってカウンターの奥に座り、に入店したいかなる人間とも商取引しようとします。時折、SCP-100-1 は未知の理由により仕事場に早めに戻ります。
15時から16時 SCP-101 は曖昧な身振り手振りでコミュニケーションしながら、SCP-102-A と SCP-102-B の点検を行います。点検は手入れ、修理、そして、取ってこい。フェッチ、や、かくれんぼ。ヒード&シークに似た動きからなる傾向にあります。16時から20時 SCP-101 は SCP-100 内の材料の検討、道具や重機の掃除とメンテナンス。SCP-100 内の建物の内外の掃除といった、様々な仕事に従事します。20時から0時 SCP-101 は余暇活動を行うようで、新しい構成物を作ったり、SCP-102-A と SCP-102-B とじゃれたり、SCP-100 をパトロールしたりします。0時から8時 SCP-101 は住居用の建物に入り、この時間が終わるまでデスクに座ったままでいます。SCP-101 がカウンターに座っている間に SCP-100 の店舗に人間が未入店した場合、SCP-101 は様々なジェスチャーで彼らと交渉を始めようとします。SCP-101 は大体はスクラップや自身が作ったものを売ったり、修理を行ったりですが、スクラップを買い取ることも知られています。SCP-101 は読むことができないにもかかわらず、売上の計算といった基礎的な数学能力は有しているようです。SCP-101 が行う販売は大抵いくらか不公平なものです。SCP-101 は不完全なメモリと安くて汚染されたスクラップの山を故意に使用することがわかっています。また SCP-100 の領域内の効果についての知識があるようで、SCP-100 から出ると自立性が失われるにもかかわらず、SCP-101 は繰り返し構成物を売ることも知られています。このことについて SCP-101 に問いただす努力は、返品不可と読める壁のサインを指し示す SCP-101 の無感情で冷淡な反応に終わりました。SCP-100 は1976年0月11日にスクラップ置き場内を変な機械が歩いているという報告の後に回収されました。これらの噂は都市伝説扱いされ信用されず、不動産売買に偽装した収容が実行されるまで、財団エージェントが SCP-100 の土地所有者を装うために派遣されました。木製のプライバシー、フェンスが SCP-100 の周辺部に沿って建てられ、マジックミラーが店頭に取り付けられ、現在はの町近くを通過する高速道路が大多数の一般人の通行をそらしています。ホイ 100A 記録によるとここはすべて、ジョセフ・デュアルの個人所有地であり、住所も同じ名前で登録されていました。SCP-100 発見のおよそ3ヶ月前に支払いが止まったと現地の電力会社は報告しています。SCP-100-1 SCP-100-2A SCP-100-2B そして SCP-101 によって作られたと思われるいくつかの鳥類や犬の模型を除いて破棄された状態で発見されました。大部分は家具のない住居用の建物が、最初の掃除であらわになりました。メモが店のドアにテープを巻かれた状態で発見され、これが以前の居住者がいたことのただ一つのサインとなっています。文書 100A を参照。事件 100A 2005年0月6日、SCP-101 は高さ10の人型自立性構成物を作成した。これは初めてのことである。他の構成物と比較して、顔の造形といったより詳細な構造を含めかなり手が込んでおり、構成物の背面には、JJ と溶接されており、構成物の大部分はステンレス鋼でできていた。SCP-101 はスケジュールの予定時間中この構成物をカウンターの上に置き、見たところ互いとコミュニケーションするためにぼんやりとした身振りをどちらも使っていた。この構成物を没収した後、SCP-101 は合計で10日も SCP-100 内の住居で着席したまま動かなかった。文書 100A 以下は SCP-100 の発見時に回収されたメモのコピー。昼食のため外出、御用の方はアシスタントに、JJ